人の気持ちが見えました。交流の浅いものの心は見えないかもしれませんが、しかし友人や愛しい恋人の心が分かる人も多いのではないでしょうか。もしくは自分の心さえ分からない時もあるでしょう。時に鮮明に見えたかと思えば、次の瞬間には見失う。心って一体何なのでしょう。心はなぜそんなに不安定なのでしょう。今回の話はそんなお話です。それでは楽しんでくださいね。私たちはいつも三人一緒。トイレに行く時もご飯も一緒。何をするのも三人一緒。頭のいいバードちゃん、力の強いスネークちゃん、二人は私の自慢の友達だから。私の世界は息苦しい。二人にはいつも羨望の眼差しが集まる。そんなグループに入ることができて私は幸運だ。でも特別な二人と過ごすようになって、私は周囲の者たちがとても間抜けに映るようになってしまった。そんなこともできないの？バードちゃんならすぐできるよ。また失敗してる。スネークちゃんはそんな初歩的なミスはしないよ。そんなことばっかり考えてしまう。巻き込まれたかったらどうぞ。Thank you.
私を妬む者たちは多い。最近よく私の陰口を耳にする。みんな言うことはバカの一つ覚えのように一緒。うるさいよ。自分が一番知ってるよ。でも二人さえいれば何だってできる。だからきっと私も特別だから、二人から離れられない。いつも一緒だったはずなのに、最近二人は私に秘密で何かをしている。許さない。私を仲間外れにするなんて許さない。私には二人しかいないのに、なんで私を見捨てるの？なんでそんなにひどいことができるの？離れられないようにしてから捨てるなんて本当にひどい。きっと今頃私を嘲笑っているに違いない。今日こそは私に隠れて何をしているか突き止める。もしかしたら噂話の出所も彼女たちなのかもしれない。なんてひどい話だろう。
私は本当に二人のことを大切にしていたのに、きっと二人の本性を目の当たりにしたら耐えられない。知りたいけど知るのが怖い。だから真実を知る前に私は逃げた。止めて消えろ。一人になると決めてから今まで以上に二人が恋しくなった。本当は私も二人と並んでいたかった。何も考えず楽しく遊んでいたかった。どうして自分には力がないのだろう。どうして自分には知識がないんだろう。足りないことばかり考えてしまう。二人みたいに他人に認められたい、すごいって言われたい。そんな気持ちを抑えることができない。生まれながらに何かを持ってるなんてずるいな。してくださいよ。
このままで良くないことは分かっているけど、どうしたらいいのか分からない。私の気持ちを表すかのような天気模様。その時私は見つけた、小さく震えるか弱い存在を。冷たかった私の心が少し温まったような気がした。巻き込まれたかったらどう？なんでそんなこともできないの？理不尽に怒鳴りつけても、どれだけひどいことをしても、ゴーストは私についてくる。幼いながらに気づいたのだろう、親を失ったゴースト。彼女は私がいないと何もできない、ただ捕食されるのを待つだけ。だから私は彼女にとって特別になれる。彼女だけが私を必要としてくれる。ここでなら私は必要とされる。それが心地よかった。巻き込まれたかったらどう？歯応えないね。
ようやくありのままの自分でいられる場所を見つけることができた私は、友人を忘れることができるようになっていた。だってもう、この子さえいれば、私に存在する価値はあるのだから。でも本当は、嘘だ。みんなと過ごした日々は、今でも私の心に染みついている。私が離れていったことを反省して、謝りに来てくれないかな。そうしたら、また一緒に遊んであげるのに。はぐれゴーストと暮らすようになり、しばらく経った朝、私の前に懐かしい二人が現れた。もう心配したんだよ。勝手にいなくならないでよね。二人は私を見つけ出してくれた。本当はそれで十分なはずだったのに。言いたいことはたくさんあったはずなのに、心に溜め込んだ劣等感が噴出し、抑えることができない。それよりも先に言うことがあるんじゃない？私はいつも失敗する。どうしちゃったの？悩みがあるならみんなで解決しよう。二人はいつもそうだ。そうやってまた私が一人だと何もできないという事実を突きつけてくる。うるさい！私の気持ちなんてわからないくせに！どうせ私のこと自分たちを引き立てるためのアクセサリーだと思ってるんでしょ？どうしたの？落ち着いて、ね。オークちゃんらしくないよ。うるさい、うるさい、うるさい！じゃあなんで二人は、私に内緒で会ってたの？二人きりになって、
何もできない私のことバカにしてたんでしょ。違うよ、そんなことできるわけないじゃない。そうだよ、私たちを信じて。本当に？じゃあ目をつぶって私に証明してみせて。本当は大切にしたかったのに、本当はこんなことしたくなかったのに。ああ、私は本当にバカだ。巻き込まれたかったらどうぞ。こんなもんか。最近オークちゃんの元気がない。だから私たちはオークちゃんを元気づけるために何ができるか考えた。二人の考えは同じだった。最近流行っている噂のことだ。オークちゃんが何もできないのに威張っているという根も葉もない噂。きっとオークちゃんはその噂を気にして私たちの前から姿を消したんだ。
この守り、はいでやるよ。ただ一緒に遊びたかった。でもオークちゃんは私たちと自分を比べて楽しむことができない。だから私たちはまだみんながやったことのない遊びを考えることにしたんだ。そうだ、楽器を始めよう。スネークちゃんのアイディアはとてもいいと思った。それに楽器はオークちゃんにぴったりだと思ったんだ。そんなに器用じゃないですよ。3人で遊ぶ姿を想像して思わず笑顔になる。でも心配性なスネークちゃんは違ったらしい。もし私たちの方が上手くなっちゃったらまた負い目に感じちゃうかも。万が一そうならないように練習の時間を調節しないとね。3人でいるとスネークちゃんはよく後ろを確認する。でもその優しさがオークちゃんを傷つけていることを知っている。
ダメだよ。オークちゃんはそういうのに敏感だから、きっとすぐに気づいちゃう。やっぱりオークちゃんの気持ちは、私には難しいな。ごめんね。大丈夫だよ。私なら二人の全部を分かってあげられる。二人の隙間を埋めてあげられる。だからもう、オークちゃんに寂しい思いはさせないよ。には少し抜けているところがあった。そして社会はそれを見逃さなかった。オークちゃんはいつも泣いていた。オークちゃんはいつも一人だった。気に入らないだけで仲間外れを選ぶ残酷なシステム、その標的になっていたのだ。そんなのバカみたい。そう考えた私たちは、オークちゃんに手を差し伸べた。それが、私たちの始まりだった。
オークちゃんと遊ぶようになって、たくさんのことに気づかされた。誰にだっていいところはあると、オークちゃんに教えてもらった。本当にオークちゃんにはたくさんのいいところがあった。迷子の小鳥を助けて、自分の食べ物をあげて育てたり、自分よりか弱い存在を見つけて助けてあげるのが得意だった。そうしている時のオークちゃんの目はとても生き生きしていた。みんなに倒れられたら困ります。誕生日、オークちゃんは大切にしていた石をプレゼントしていた。何の気なしに言った可愛いという言葉を鵜呑みにしてしまったんだろう。オークちゃんには友達がいなかったから、それほど深い意味はないことに気づかなかったんだと思う。私の目にもゴミにしか見えなかったけど、オークちゃんの気持ちを思えば光り輝く宝石のように見えた。そうやって私たちは言葉にしなくても思い合うことができる理想の3人組だった。
で過ごした思い出を振り返りながら、私たちは険しい森を進んでいく。体は辛かったが、心はやけに軽かった。あと少しで元の三人組に戻ることができる。その気持ちだけで先の見えない森でも前に進むことができた。探して探して探し続けたある日、ようやく森の奥深くでオークちゃんの姿を見つけた。迷子になった子の面倒を見てあげてたんだね。ほっとしたのか、スネークちゃんは笑う。本当にオークちゃんらしいよね。でも今回はさすがに心配をかけすぎだよ。それに私たちに秘密にしないで教えてくれたらよかったのに。そしたら私たちも協力したのに。そんなに信用ないのかな、私たち。何でも知っていると思っていたから胸がチクリと痛んだ。
巻き込まれたかったらどうぞ。こんなもんか。私たちは少しでも早くオークちゃんとおしゃべりしたくて、ぬかるんだ林道を駆け出す。ちょっと思い込みが強いところがあるけど、優しいオークちゃん、みんなにサプライズをするのが大好きで、頼りがいのあるスネークちゃん、そして対照的な二人の意見を尊重してバランスを取る私。私たちはいつも三人一緒。トイレに行く時も一緒、ご飯も一緒、何をする時も三人一緒。私たちは理想の三人組だよね。そんなに、はいでやろう。